いや、久保さん、アンチにも商品売れなかったら失格と。まあ結論ですね、僕は失格かもしれないですね。アンチ無視してるんで、今。アンチ完全、秒速無視ですね、今。まあアンチ、だって、ぶっちゃけその、ぶっちゃけというか、まあ僕、数ある、YouTube ってどれぐらいあるのか分かんないですけど、今 YouTuber を目指そうって言ってね、YouTube 頑張ってる人いますけど、コメントいくらでも書けるじゃないですか。 別にコメントかけるとこいけばいいんじゃないかなみたいな。<laughs> 申し訳ないけど。申し訳ないけど、人の、うーんああだこうだ言ってる時間があるんだったら、まあ自分のことやれよって僕が言いたいので。だって、なんやろうな、なんか申し訳ないけど、無駄だと思うんですよ。自分のことやればいいのに、人の、人,人のあれが悪いとか、これがいいとか言ってる時間だったら、 僕は申し訳ないけど自分のなんかやればいいんじゃないかなまあその人にとってはまあその人その人にとっては人な,なんか悪口言うことが快感とか生きてるあれなんですかねうん一回ですね僕そのなんだその1億稼いだそのコンサルセイいてるんですよランボルギーニでラ,ボランボルギーニの今年アベンターかなアベンターアベンターかな買ったんですよ5000万ぐらいですかねだから ランンボルギーニ・ウラカンからアベンタになりましたうん。で、その子とお会,い会った、あって話してる時に、こんなこと言われたんですけど、吉谷さんってあれっすね、と。他人のことをほとんど否定しないっすね、みたいな。なんか、まあ言われたことがあって、多分あんまり僕否定しないと思うんですよね。わかんないですよ。否定するとするなら、アンチは否定します。だって人の、人のことを否定してる人間なんで、それはなんかやってて意味あんのかな、みたいな。 あります他人のことを否定する他人のせいにする人生って何か楽しいですかね僕はその気持ちが分かんないんでよく分かんないですけど毎日ねあいつは良くないこいつは良くないふざけんなうーんなんだこの日本は安倍政権みたいなあんだもう会社は最悪っていうふうに毎日言ってるじゃないですかそれだ楽しいんですかね楽しいですか 生きてる心地します申し訳ないけどその気持ちは分かんないです。多分久保さんがね、そのね、アンチさんの気持ちをまた代弁していただけると思うんで、僕は申し訳ないけど分かんないですし、そういう人にいい言いたいことがあるとするならば、自分のことやれよと。自分のことやれよと。人のあだこうだ言ってないで、自分のことやれよっていう、ただそれだけですね。僕は自分のことを精一杯に生きるんで、自分を精一杯に生きます。 なあの僕の商品を買っていただいた方とかね僕を信じてくれてる人とかはねサポートするというのは僕の仕事としてやるのでそれはやりますけども僕を否定してる人に対して僕は何の義務もないですよねそこに目を傾ける義務はまあ買っていただいてるとかなんか、まあ、僕を信用していただいてる方とかにはそれは向ける義務はあったりとかね責任はある,あると思いますだけどそのんね 何も僕ないと思うんですよ、そう。うん、だからもう、秒速で無視ですね。秒速で無視。うん、これからも、秒速で無視をしていきたいと思います。はい。ということで、久保さんがですね、アンチの代弁をね、これからもしていただけると思いますので、いや、吉谷さんは、そういうの、な,なんかむかつく、久保さんのとこ行ってください <laughs>。なんかお前、偉そうに言ってんじゃないこれ、バカ、ハゲ、みたいなね。久保さんのとこ、どうぞ。久保さん,久保さんは、 アンチの人もてて受け入れてくれくるみたいなんでコメントもできますからコメントも今なんとコメントもできちゃうっていうねそう僕コメント絶対できないのお合わせするためにはお問い合わせするためには,めには名前フルネーム名前メールアドレス、はい、フルネームと名前フルネームとメールアドレスを入れないとおたやせできないですから、はい、ではいってらっしゃい